浦くんの神選びということで、引き続きさくらさんをお迎えして振り返りを行いたいと思います。もうちょっとだけギア上げれる？浦くんの神選び、浦くんの真ん中、その2つの真ん中、浦くんの神選び。なんで変になっちゃうの、真ん中って言うと。ちょっとそうですね、すごい0、1か100かな。そう、浦和樹としてはそうなんですよね。ちょっともう1か100かしかなくて、役に入ってないと、役に入ってないとダメなのかもしれませんね。ゴローでやってみたら、あ、でもなんか今回のゴローみたいな感じでちょっとスパークしちゃうかもしれないですね。確かに今回のゴローは本当に様子がおかしかったから。本当に様子おかしかったですよね。いや、あのラルに太陽について語るゴローの動きが本当気持ち悪くていや、これ本当にこれまあ裏話的なあれですけど、まあ、神選びってもうパクがある程度決まってたじゃないですか。そうそうそう、うん、こう早口でこのパク合わせんのもうめちゃくちゃ大変で、いや大変そう。でもなんかやっぱその熱量はちゃんと出したいじゃないですか、うんうん、だからもうひたすらもう本番でも何テイクも重ねてやったんですけども、いやーお疲れ様でした。いや本当に何回ブランニューデーって言ったか分からないぐらい本当に。いやでも結構今回衝撃的な始まりで、はい、あ、確かにそうですね。イオちゃんってキャラクターデザインはもう結構初っ端だからね、はい、公式サイトとかに出てましたね。きっとね、可愛いしキャラデザインにすごい魅力もあるし楽しみにしてくれてた人いっぱいいると思うんですけど、はい、間違いないです。もう死んでたぜっていう確かに、え、どういうことですよね。いやびっくり。そう、なんか、まあ、正直ね、今後この先ね、そのイオちゃんがアイドルとしてこういう風に活躍していきますよみたいなのをみんな想像するわけじゃないですか、やっぱり、っていうことで、なんかまあそれこそゴロと出会っちゃったりとかして、なんかぬんかんぬんっていうのが初手で封じられるっていう、うん、いやこれは結構、いや、しかもなんかこう鏡のところにね、頑張れませんでしたごめんなさいって、いやきついよ、きついよ。いや私もさ、アイドルの子とか好きだからさ、はい、なんか推しがこんな風に思ってたらどうしようとかって、あー、まあそうですね、そういう側面ちゃって、そうですね、結局逆にはその応援してくれてる人には出さないんじゃないですかみんな、やっぱり。でも裏ではもしかしたらこういうことがあるかもしれないっていうのが、いやーきつい、よりちょっとリアルで重苦しいでしたね、はい、スタートを切りましたけれども、うん、まあまあそこからでもなんか普通に日常としても始まり、うん、ね、イオのライブに行きたいぜっていうことで、まあ、ゴローが熱弁し、うん、ね、これがあれですね、あの PV に使われてたあの、うん、詐欺のところですね。あ、そうですね、はい、ゴローがまるで明るい主人公かのように押した PV ですね本当に、うん、ならここだけですからね、変な話、イオちゃんに関してだけですから、こんだけテンション上がるのマジで。足の動きが本当気持ち悪くてでしかもなんかあとね、サラさんにライブ行くの断られてるのも面白い確かにそうですよね。なんか今回のゴロ全体的にちょっと空気読めなくて、はい、なんか浮かれてる感じありますよね、イオちゃんに会えるっていうことでちょっと視野が狭くなってる感じがしますね、はい、だいぶ、はい、デリカシーもなくっていうことなんですけども、ラルが後期にバレるっていうか、あ、ね、そうびっくりしました。そうなんか今まではなんかあんまりそう能力者以外というか候補以外にバレてないというか、うん、ラルってね、もうなんかゴローとだけ喋ってるみたいな感じでしたけど、うん、でもなんか後期も、ま、うん、割とまっすぐ受け止めてるというか、コスプレイヤーみたいとかちょっと露出しすぎだなとか浮いてることは何も言わないんだって、言わないんだ、ちょっとずれてる感じがいいですね確かに確かに、はい、イオに合うんですよね、ゴローは。そうですよ、ここはもうなんか魂の叫びすぎて、あ、そう、うん、なんか結構なんかまあ今回のあの神選びって、そもそも動き的に結構アニメチックというか、うん、オーバーめのなんか動きが多かったりもするんですけども、うん、そんな中でもよりこうなんだろう、ゴロの動きがこう変な動き横飛びの本当に多分思わずしてしまったんだろうなっていう感じの
なんかそう動きがすごくなんか僕的にはねもう愛おしく感じるぐらいなんか、うん、なんか可愛らしいなって思いますね本当に。いやいいです、自分も同じくなったらそうなるだろうなって思いますし、はい、なっちゃいます、はい、そしてイオとのバトル、ねえ、まさかのイオちゃんとバトルしちゃう、でもバトルっていうか、まあそのイオちゃんがこうね攻撃しようとしてるところを止めるっていうね、で結果的にちょっとバトルになってしまうっていうところになるんですけども、そう、そこでまあいろいろ知るわけですもんね、こうイオの過去というか、まあイオじゃないよって何があったかっていうねことなんですけども、いやでもあのね五郎の決め台詞というか、こうね、こうお腹に刺さってる状態で、まあ、イオを説得するために近づいてって、こうね、最後なんか、いやなんか僕は、俺はまだ1年しかね、応援してない、にわかなんだぜっていうセリフの時に、ウインクをしてるんですけど、こいつすげえなと思って。何なの？何なんですかね。ね。ね、まあでもなんかそれぐらいやっぱイオちゃんが、こゴロにとっては特別なんだろうなって、まあね、そう多分ホノカの前で絶対やんないじゃないですか、推しにでもウィンクってできるやっぱりどっかずれてないと確かに、ね、そうですよね、普通ちょっと怖いですもんね推しに対してウィンクとか、うん、っていうか、ね、この大事なシーンで語るとこそこでいいのいや僕どうしてもそこが気になって、そこが気になっちゃって、そこが気になっちゃって本当に、まあでもそうね、えだから本当、まあ、みんなここでびっくりするだろうけど、まあ、確かにイオがねイオじゃなかったっていうところも、ねえ、だからこの先はずっとイオのふりをした青年をみんなイオとして推し続けるわけですけど、ねえ、でも私イオのこの能力の、うん、みんなの応援っていう、あ、はい、ひらがなで全部書くのすごい好き、はい、確かになんかイオらしさみたいなのが出てます、だって今まで火薬時計とか愚者の晴天とかガルダリーとか、うん、そうかっこよかった、確かに確かに、急にすごい可愛くて、うーん、これって自分でつけてるわけじゃないの、ね、確かに多分そうですよね、あでもどうなんだろうこれは実際、人何者かがその人とその人の能力として合うものをつけてる、確かに確かに、そうですよね、だからスマホの画面に現れるってことは多分もう一方的に突きつけられた、ね、名前なんでしょうし、だからもう本当に個性が現れた能力になってますね、結果的にいい話なわけですけど、最後の最後で、はい、なんかああ終わってよかったと思ったら急に、うん、はい、急に雰囲気が変わって、本当に急にめちゃめちゃ怖かった音楽もねここで急にこうノイズが走った感じになって止まりますし、そう、なんだ、そう、ゴロがずっとこのマスなんかイオちゃんのことはしゃいでたから、なんかみんなそれでハッピーエンドで終わるのかなっていうのが雰囲気としてあったんですけど、今回はギャグ回かなって思いきや、そうそう、落差がちゃんとそんな簡単にはことは運ばないよっていう、はい、なんか神選びの重さを突きつけたシーンでございました、ありがとうございました、はい、ということで引き続き、うん、これからも振り返していきますのでよろしくお願いします、はい、